はい、父の基本的な情報はこちらに。ですが、その中で手がかりになりそうなのは父が使っていたエデンのアカウント情報くらいで。アカウント情報を問い合わせると現在もアクティブな状態なんです。でも呼びかけても応答しない。全く反応がありません。父を見つけ出してください。わかりました、お引き受けしましょう。よろしくお願いします。では、すぐに調査を開始しましょう。進展、連絡先を教えていただけますか？いえ、その必要はありません。しばらくしたら。それでは、これで失礼します。なるほどな。山科誠のアカウント情報が確認できた。結論から言えば、このアカウントは何者かに乗っ取られている可能性が高い。アカウントの動きに不自然な点が多々見受けられる。同時に複数の山科誠がエデン内を確保していたりな。最近巷を賑わしているアカウント狩りに間違いない。君にはまず現在もアクティブな山科誠のアカウントの追跡から始めてもらう。アカウントの乗っ取りは往々にして組織的な犯行であることが多い。エデンで聞き込み調査をすれば、アカウント狩りに関する情報が何かしら得られるだろう。出番だ、ワトソン君。エデンへ赴き、聞き込み調査をしてきた。
無理しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。
you